J2 リーグ首位のファジアーノ岡山がホームシースタに帰ってきた。スタジアムには長蛇の列が。 J2 リーグ首位でホームシースタに帰ってきたファジアーノ岡山、サポーターの表情も笑顔。はい、昨日の声も見ましたよ。 ありがとうございます。もうずっと走り抜けてくれると信じてます。首位よ。はい、予想よりはできすぎかなというところはありますけど、もう正直嬉しいです。こんなわけにいかないでしょ、この状況で。ぜひ1万人は達成したいですね。今日も勝とう。強いファジアーノを見たいと、今シーズン最多の1万278人が集まったシティライトスタジアム。昨シーズンまで J1 のヴァンフォーレ甲府を相手に、首位ファジアーノはどんな戦いを見せるのか、その進化が問われます。この日も攻撃の中心は新加入の9番フォワードイ・ヨンジェ選手。前半20分、好位置でフリーキックを獲得します。蹴るのは14番上田浩太選手。相手の守備の隙を見逃しませんでした。3番後藤啓太選手の頭に合わせて先制ゴール。自分にマークがついてなくて、まあ、多分相手のミスだとは思うんですけど、まあ、なので勢いを持って飛び込めば点取れるかなって思ってたので、まあ、コータのボールがちょうどいいところに来たんで、しっかり枠に決めれてよかったです。ところがこの直後アクシデントが。ヨンジェ選手が負傷交代。左足の疲労骨折で全治3ヶ月と診断されました。さらにここまで全試合スタメンの8番塚川選手も途中交代し、右足捻挫で全治2から4週間の診断。そんな中、これまで出場時間の少なかった選手が気迫のプレーを見せます。ジュビロ磐田から新加入したフォワード18番斉藤和樹選手は、長澤監督がその潜在能力を高く評価しています。ここ2シーズンぐらいゲームあんまり出てない選手で、本人にも言ってるんですけど、まだ 30% しか出してないんで、うん、彼の持ってるね、残りの 70% の、潜在能力っていう部分を引き出しにかかりたいと思います。後半、甲府がチャンスを迎えるも、ここまで5試合でわずか1失点。鉄壁の守備はこの日も崩れませんでした。ファジアーノ首位をがっちりキープ。今シーズン5回目の完封勝利は早くも昨シーズンを上回りました。去年 J1 にいたチームなので、非常に強敵でしたけど、全員で粘り強く戦えて勝ててよかったです。一人一人がもう本当に目の前の一戦に全てをかけて、チームのために汗を流して声を掛け合って戦っているのが、無失点につながっているのかなというのは思います。怪我人が出る中、求められるのはチームとして戦う姿。明日はホームで愛媛戦です。CM の後は選手のコラボメニューも登場。ファジフーズ特集です。定番メニューに限定メニューや新商品も。今回はファジフーズを特集します。スイーツにオムライスに唐揚げにチャーハンに、もう見えません。ファジフーズがさらにパワーアップ。ファジフーズはファジアーノ岡山のホームゲームで提供されるスタジアムグルメ。その特徴は、1つ目は限定メニューの多さです。中でも人気なのがこちらの丼、メッシシリーズ。毎回違った具が入っています。今回は甲府名物のもつ煮とカツが入っていました。毎回大変じゃないですか、あれメニュー。そうですね、でも考える方も楽しいですよ。名前がダジャレなのもファジフーズの特徴。定番はこれ、
ファジキチキンとカツカレーですが、今シーズン新たなダジャレメニューが登場しました。それはせーの、ガラチャインダー。中身はあんことカスタードクリームの2種類、その場で焼き上げられる出来たてのたい焼き、その名もカチタインジャー。勝利を信じて今日も行っちゃいましょう。今シーズン新登場したもう一つの注目グルメは選手とコラボした弁当です。チームの司令塔上田浩太選手とエース赤嶺慎吾選手、得点量産が期待される2人のホットラインにちなんでいます。慎吾と浩太の、好きなものをその好みの味付けで作らせていただきました。肉肉しくワイルドにということで。出た出た。ちょっとこれ重箱になってるんですね。ほら豪華です。これ開けてさらにびっくり、本当に肉がぎっしり。赤嶺選手の箱には豚の角煮とスパム、上田選手の箱は生姜焼きとうなぎが入っています。弁当を凍ったら信じられない豪華さ、これぞ凍った慎吾ホットライン弁当。見よこの角煮の厚さ、うなぎと生姜焼きを同時に頬張るありえない世界。ああ動物性タンパク質のオンパレード、アドレナリンが出てくる。さらに半熟卵も入っているので、ホットラインホットラインホットラインなんて遊べるんですかね。これね、卵、この弁当早々に売り切れることが多いのでご注意を。今月はファジアーノ岡山のイヤーブックを10人にプレゼントします。